アメリカが中国製 EV を締め出しへ。いよいよ終わりを迎える中国主導の EV バブル。年々世界的に売り上げを伸ばしている EV。 各国の政府が補助金を支給したり税制を優遇したりと、消費者が高価な EV を買いやすい環境を整えています。アメリカでも EV の新車販売台数は前年の 1.6 倍と、日常で使用する車の選択肢として EV を選ぶ人が多くなっているんです。一方で世界中の EV シフトが進むと喜ぶのは中国。今や中国産の EV 本体だけでなく、中国産材料を使用するバッテリー搭載の EV 車を合計したら世界シェア8割を超えるとも言われています。もちろんチャイナリスクを考えると、この状況は決していい状況とは言えません。そこでアメリカが対策に乗り出しました。税額控除の条件を厳しくし、中国が関わる EV は控除の適用外にするというのです。さらにアメリカだけでなく、EU も中国製 EV の締め出しを発表。次々と先進国から中国製 EV が排除されようとしています。とうとう中国の EV バブルは終わりを迎えることとなるのでしょうか。今回はそんな窮地に立たされた中国製 EV の行方について紹介します。それでは早速行ってみましょう。2023年12月1日、アメリカのバイデン政権は EV の購入者が受けられる税制優遇の制度について新たな方針を発表しました。2024年以降、中国の関連企業などが生産したバッテリーの部品が使われた車は優遇の対象外にするというのです。対象外となるのは中国だけでなく、北朝鮮やロシア、イランの企業も含まれます。アメリカは EV の完全脱中国を始めたのです。では、まずはこの税制優遇のことの発端となったアメリカのインフレ抑制法について簡単に紹介していきましょう。アメリカでは2022年8月にインフレ抑制法、通称 IRA が成立しました。この IRA とは、過度な物価上昇を抑えると同時に、エネルギー安全保障や気候変動対策を進めることを目的としています。法の中には、富裕層や企業への課税強化や、高齢者の薬代補助のほか、EV 購入に対する税額控除など、幅広い措置が盛り込まれているんです。特に環境対策を重視していて、太陽光や風力といったクリーンエネルギー、EV 開発、生産などに600億ドル以上、日本円で約 8.8 兆円を投資、全米の高速道路網に超急速充電器も整備し、2030年までに新車販売で EV が占める割合を 50% 以上に引き上げることを目指しています。この IRA によってアメリカでの EV 普及率をさらに高めようというわけですね。もともとアメリカには IRA が成立する前からEV を購入する際に実質的な補助金として税額控除の仕組みがありました。EV を新車で購入すると最大7500ドル、日本円で約110万円ほどを所得税から控除できるようになっています。ただ、今までは累計生産台数の制限があったのみで、生産国などに関わる条件はありませんでした。つまり、アメリカ製だろうと中国製だろうと、EV を新車で購入した人すべてが対象だったんです。しかし、この2022年に成立した IRA によって、税額控除の条件が変更されることとなりました。重要となる条件は次の3つです。まず1つ目は、車両の最終組み立てがアメリカ、カナダ、メキシコの北米で行われていること。それから2つ目が、バッテリーの材料となる重要鉱物のうち、調達価格の 40% が自由貿易協定を結ぶ国で採掘または精製されていること。ニッケルやコバルト、リチウムといった材料の大半を中国などから調達していたら条件を満たさないというわけですね。そして3つ目が、
バッテリー用の部品の 50% が北米で製造されていること。これら3つを満たす組み合わせによって、控除が0ドル、3750ドル、7000ドルに分かれます。条件を見れば分かるように、国内の産業を守るとともに、中国などの対立している国に依存している状態を脱しようとしているんです。そして2023年に入ってから内容について改めて見直しを進め、詳しい方針が決定。同年4月18日から適用されることになりました。ただ、蓋を開けてみると、この条件に適合し7500ドルの控除が受けられるのはたったの14モデルのみ。そのほとんどをゼネラルモーターズ、テスラ、フォードといったアメリカの自動車メーカーが占めています。その他の EV は控除額の縮小、または対象外になってしまったんです。これでは消費者にとってほとんど選ぶ余地がないですよね。このように2023年4月から適用された内容がもともと厳しいにもかかわらず、さらに狭まることとなったのが、今年の2023年12月1日発表の新しい方針というわけです。では、もう一度2023年12月に発表された詳しい内容について見ていきましょう。今回の大きな変更点というのは、懸念される外国の事業体が生産したバッテリーの部品や材料となる重要鉱物を使っている場合は、購入支援の対象とならないこと。バッテリーの部品に関しては2024年から、重要鉱物については2025年から適用されます。そしてこの懸念される外国の事業体というのが、中国、北朝鮮、ロシア、イランの企業のことです。表面上はそれらの国の政府と関連した企業とのことですが、実質ほぼ全ての企業が該当します。さらに、この4カ国の名前を挙げているものの、EV のバッテリーで大きい影響力があるのは中国のみ。つまり中国が関わる企業が作っている部品や材料を使っている EV は税額控除の対象とならないということです。実質的な中国の締め出しというわけですね。もともとこの懸念される外国の事業体の話は以前から IRA に盛り込まれていました。しかし、今までは出資割合などの詳しい内容については明らかにされていなかったんです。そこで抜け道を作ってこの締め出しに対抗しようとしたのが中国や韓国の企業。両社の合弁会社を作り、韓国の出資割合を 51%、中国の出資割合を 49% としたのです。こうすれば中国がギリギリ半分以下となるので、韓国主体の会社と言えるからですね。ところが、今回の発表で、2024年以降は中国やロシアなどの資本が 25% を占める企業やグループが生産するバッテリーは対象外となったんです。また、2025年以降は、リチウムなどの重要鉱物もこれらの企業が抽出や加工、リサイクルをしていた場合は対象外になります。つまり、抜け道だと思って作った会社も、中国が占める影響力を 25% 未満に下げなければならず、苦戦を強いられているんです。突然2024年までに 25% 未満に下げろと言われても、正直無理な話ですからね。今回のこの中国 EV 締め出しについて、世界中からは様々な意見が集まっています。このまま中国製の部品や材料を使い続けたら将来どうなるか簡単に想像がつくよ。私はこの法律に賛成するね。中国産の EV は環境負荷が大きすぎる。補助金の支給は停止すべきだろう。これだけ中国に依存している状態で締め出すことなんて事実上不可能に見えるけど、どうなるんだろうね。正直不安も多いけど、中国に依存しているこの状態は脱しないといけないとは思うから、なんとかするしかないのかな。中国はこれに対抗して、国営の輸出規制を始めたんだろう。でも慌てることはないよ。輸出規制すればするほど、他の先進国はそれに代わる代替品の研究開発をして、技術の進歩につながるんだから。中国は安さだけを重視して、環境に配慮しない方法で採掘してるんだよ。
そのうち別の調達先が出てきたら中国の対抗措置なんていずれ解決するから放っておくのが一番だ。そうなんです。今回のアメリカの発表に対して目には目を歯には歯をと言わんばかりに対抗措置を講じてきた中国。バッテリーの重要な材料の一つである黒鉛の輸出規制を始めると発表しました。正直またいつものことかと思ってしまう中国の対応。嫌がらせをされたから嫌がらせを仕返す、そんなことしかできないのかもしれませんね。さて、ここまでアメリカが発表した中国の EV の締め出しについて紹介しましたが、実は中国が窮地に立たされているのはアメリカだけが原因ではありません。アメリカに続き EU でも中国 EV の排除が始まっているんです。現在 EU でも EV の購入者が増えており、2023年8月には新車登録台数のうち初めて EV が2割を超えました。アメリカに比べて EU は中国製 EV に対する関税が低いため、中国にとって EU は重要な EV の輸出先。中国製の安い EV がどんどん EU へと輸出されていて、EU 製の EV が価格競争で負けているという問題が起きています。EU にとっては EV シフトを進めたいのに、自分たちで作った車が売れなくなるわけですから、この問題を放置するわけにはいきません。EU のトップであるウルズラ・フォンデア・ライエン欧州委員長は、中国製の EV は政府から補助金を支給されて人為的に安く抑えられている、そのせいで EU 製の EV が売れなくなっていると中国政府の介入は不当だとして調査に乗り出すことを発表。またフランスでは EV の購入補助金制度が刷新されることになりました。これまでフランスではどこの国で作られても EV を購入すれば一定の補助金が給付されてきたんです。しかし2023年10月から生産や輸送、販売までの間に排出される二酸化炭素の排出量に応じて補助金の額が変更されることになりました。つまりフランスで作られた EV ほど輸送距離が短いので、二酸化炭素の排出量が少なくなり補助金が多くもらえるというわけです。さらに2024年からはもっと厳しい内容に変更になることが発表されました。まず石炭火力発電を用いて作られた EV は補助金の対象外になります。一方で生産から輸送、販売までの間で二酸化炭素の排出量が少ない EV には多額の補助金が支給されるんです。つまりフランスの会社であろうと、中国国内で作られた場合は生産や輸送時に二酸化炭素を排出するので対象外ということです。その代わり EU 域内、しかもなるべくフランス国内で原子力発電や再生可能エネルギーを使って作られたら手厚い補助が受けられます。こうやってフランス国内の市場を安価な中国製 EV の進出から守ろうとしているんですね。そしてこのような流れはフランスだけではありません。イタリアもフランスの動きに合わせて同じような奨励策を検討中です。実際イタリアでは補助金の約 80% が海外で生産された EV に使用されています。このままでは国内で作られた EV が売れず国内産業が衰退してしまう恐れも。そこでフランスと同じように生産から流通すべての過程において二酸化炭素の排出量に合わせて補助金の支給額を変えようとしているんです。もちろん中国はこれら EU の対応にも猛反発しています。中国製 EV に対して不当な補助金は出していないし、このような調査はありえないと強い懸念と強烈な不満を表明しました。先ほど紹介した中国側の国営の輸出規制にはこの EU の対応も関係しているんです。ただ一方でドイツはこの中国製 EV の締め出しには慎重な対応を示しています。 EU は保護主義になってはならない、むしろグローバルな競争を歓迎すべきだと思うとドイツのオラフ・ショルツ首相は述べました。ドイツメーカーは中国で 17% と市場を伸ばしており、
中国のバッテリーメーカーがドイツに進出していることから、中国の締め出しは自分たちに不利になると考えたのでしょう。EU ではそれぞれの国が自分の思惑通りにしようと足並みが揃っていないことが今問題視され始めています。EU 内の方針がバラバラになってしまったら、それこそ中国の付け入る隙を与えてしまいそうですよね。このようにアメリカや EU で始まった露骨な中国 EV の締め出し、IRA で決められているバッテリーの製造や組み立ては数年後までに徐々に引き上げられ、最終的には 100% 欧米で行われているということが条件になります。ただ実際は現在の中国の影響というのはかなり大きく、このままでは購入支援を受けられる EV がかなり少なくなってしまうのではないかと言われているんです。そうするとアメリカが目指している EV 普及の足かせになってしまう可能性も。相手が中国である限り、正直世界中が納得するような着地点は見えないでしょう。本当に EV だけを普及させるのが正しいのかどうか、日本のトヨタのようにいろんな選択肢を残すことも必要ではないのか、こういった原点に戻ることも大切かもしれませんね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。